いらっしゃいませ。ダンディセカンドハウスへようこそ。バーテンダーのチュンです。今日もカクテルを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、本日使っていくお酒なんですけれども、ウォッカを使いたいと思います。で、合わせていく材料なんですけれども、ホワイトキュラソー、こちらはね、コアントローを使いたいと思いますけれども、こちらを加えていきます。で、あとライムジュースを入れていくんですけれども、ライムジュースは生の、ね、ライムを絞ってフレッシュライムジュースを作って加えていきたいと思います。で、このウォッカとホワイトキラソーとライムジュースをすべてシェイクして完成っていうカクテルになります。はい、で、今回作るカクテルは神風になります。名前からしてもね、想像できるかと思いますけれども、アルコール度数も結構強めではありますので、まあ、美味しいんですけど、まあ、飲み過ぎには注意していただきたいと思います。それでは早速作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速作っていきたいと思います。本日使っていくお酒はこちらになります。じゃじゃん。はい、ウォッカになります。はい、こちらをね、使っていきたいと思います。で、合わせていく材料なんですけれども、まずホワイトキュラソーなんですが、こちらのコアントローを使いたいと思います。はい、ホワイトキュラソーですね。で、もう一つ加えていく材料が、こちらのライムですね。こちらを絞ってフレッシュライムジュースを作っていきたいと思います。で、まあ、3つの材料を、まあ、シェイカーに入れてシェイキングして、グラスに注いで完成っていうカクテルになります。で、ちょっとね、今回グラスは、まあ、冷やしておりますね。はい、では早速作っていきたいと思います。あ、ちなみにですね、ちょっと飾り用のライムも使っていきたいなと思います。それではまず、ライムを切ってフレッシュライムジュースを絞って、作っていきたいと思います。はい、ではライムは半分にサクッと切って、よいしょ、よいしょ、こんな感じ で実際使うのはまあ半分なので、よいしょ、これいつものね、絞り器で絞っていきます。よいしょ、おそらくまあ使う分量からしたら半分絞れば足りるとは思います。こちらライムを絞りました。はい、そして、飾りの、ね、ライムも用意しておきます。よいしょ、まあ、飾りなんでね、あんまりこう大きさとかは気にせず、まあ、大体8分の1個ぐらいでいいかなと思いますね。ちょっとこう白いところが気になるので、こんな感じで綺麗にね、カットしておきます。ではちょっとこれはね、置いておいて横に避けておきましょう。ちょっと手だけ洗わせていただきます。よいしょ、ではこちらね、氷を入れていきたいと思います。シェイカーの中にですね、では氷をこんな感じでちゃんとね、入れていきました。ではこちらにまずウォッカを入れていきたいと思います。ウォッカ20ミリですね。よいしょ、これ結構分量はいくつかのレシピがあるみたいですけども、まあ、一応今回はね、最近よく作られているレシピでいきたいと思います。で、こちら、ホワイトキラソー、こちらも20ミリ入れていきます。以前はなんかどちらかというと、まあ、ウォッカを、ね、メインにちょっとこう多めに入れて、まあ、あとは本当ライムとかにだったら本当飾り、まあ、匂い、ちょっとね、匂いがする程度だったみたいですけども、あとホワイトキラソーとかですね。今回はこの同量を入れていきたいと思います。20ミリ、20ミリ、20ミリですね。ではこちらをシェイクしていきたいと思います。よいしょ、
ちょっとこちらにちょっと置いておいて、グラスを用意しますね。じゃあ、冷やしたロックグラス。ここにですね、氷を。そして、この飾りをね、ちょっとだけ絞って、よいしょ。こんな感じで。そして今、シェイキングしたその中身を注いでいきます。よいしょ。はい、それではこちらで完成になります。そうね、グラスはね、ジャック・ダニエルグラスです。それが見るとちょっとあれかなと思うので、ジャック・ダニエルの名前は消しますけどもね。はい、これで、神風の完成になります。はい、結構ね、アルコール度数は強めではありますので、まあ、弱い方は本当に気をつけていただきたいと思うんですけども、やっぱライムの香りとかがね、もう爽やかで、もう結構もう夏のとこ、まあ、時期とかでも飲んでいただけるんではないかなと思います。はい、まあ、一杯飲むとね、結構ダウンするっていう方が多いイメージは、まあ、僕の中ではありますので、まあ、本当にそこだけ注意して飲んでいただければと思います。では本日は、ね、この辺で終了したいと思います。また明日カクテル動画でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。